では入ってきてください。どうぞ。おはようございます。お願いします。あ、おはようございます。今回のターゲットはゾフィーの2人です。はい、はい、お願いします。お願いします。ターゲット、ターゲットって何ですか。はい、漫才劇場に出入りしていい人間かどうかを調べます。一応今日呼ばれてきてるんですけどゲストとして呼んでるんですか、劇場が。ゾフィーのお二人が所属してるのはグレープカンパニーですよね。はい、グレープカンパニーの先輩であるランジャタイさんを調べた結果、はい、過去最大級にむちゃくちゃやったんですよ。ランジャタイが。ランジャタイが、はい、ただランジャタイって言い方悪いですけど、はい、戸様ですからね、どこ行っても、はい、どこ行ったって戸様、うん、キャラクター的にもね、はい、逆に取れ高がないんじゃないかっていう、大丈夫ですかね心配ですけど、一応ちゃんとチェックさせてもらいますよ。まあ全然、はい、はい、全然もう、いはい、お二人お座りください。はい、はい、お願いします。ゾフィーは、はい、芸歴というか、はい、吉本で言ったら万代劇のメンバーで誰と同期ぐらいに、いや、それがちょっともうちょっとややこしいんです。曖昧にしていきたいんですけど、はい、はい、はい、曖昧にしていきたい。だから、はい、まず、小野さんがどうなのかっていうのも分かってない。そうですね、小野さんが本当に初めて、はい、初めましてなので、スタンスが分からないんですよ。先輩か後輩か。先輩の企画なのか、どっちか分からない。縦上の方が分からないので、一応その、僕はですね、はい、NSC で30期、はい、なので2008年デビューですかね、はい、同期で言うとちょっとね、はい、アイロンヘッドとか、あ、東京だったら、はい、どっちにしても先に帽子は取ってどっちにしたって帽子は取ってアイロンヘッドさん先輩っていう意識で来てますけど、アイロンヘッドとかですね、でもこっちが、いやもういいんだよ、僕より芸歴長いので、上田くんは上田くん、はい、くんで全然ないです。いやいや、僕はあの斉藤くんでも斉藤さんでも、いや、くんでお願いしますくんなわけないだろ、絶対違いますよ。2008年は、はい、斉藤さんの方が1個先輩、はい、1個先輩にはなっちゃうんですけど、僕の方がなんですけど、はい、あの地下でこっそりデビューしてる新宿の地下あたりでデビューしてる、舞台に立ってますので、そうです、はい、先輩です、すみません、いやいや、はい、あの本当、ウィキペディアの履歴を見る限り先輩ですもん、はい、いろんな各所も、はい、これはもう芸歴詐称として、はい、あの風景と言ってもらって、それだけないじゃん、こっちで言うと32期なのかな、はい、NSC 32期、はい、じゃあ改めて、はい、ここからカバンチェックの方を、はい、させていただきます。はい、じゃあ、はい、どちらから、どちらから、じゃあ斉藤さんから、はい、はい、これちょっとコント道具が多いので、はい、ちょっと本当初対面で申し訳ないんですけど、徹底的に見させていただきますので、はいはい、なるほど、すいませんが、今日は漫才劇場以外というか、この大阪では何か他に仕事があったりするんですか。いや、もう本当に完全に漫才劇場で、満員の出番で、はいはいはい、で、じゃあまあ宿泊はしないので、そこまで荷物はめちゃくちゃ多いというわけではない、それは何ですか。いや、バンドエイドですね、バンドエイドですね、大きめのバンドエイドです。傷作りやすいんで。いろいろと。キングダム最新刊、最新刊、最新刊、65巻ね、うん。やっぱこう新幹線の間、はい、ちょっと移動中に読んだりとか、ね、今はこう充電器類ですかね、この辺はね。なるほど。本当にいろいろ見させてもらいますね。いや本当に見るんですね。こんなとこまで見んねやっていうところに。あ、ちょっとそれ。何？これ何ですか？あのこれ。これ何これ？実印です。え？実印？実印開けていいですか？開けていいですよ。実印をしっかり持ち歩いてるんですか？はい、いや、これちょっと訳があるというか、はいはい、あの俺居酒屋もやってたりしてる。そうなんですね、経営というか、はい、社長になるんですけど、一応今会長なんですよ。会長そんな若手芸人いないですよ。あの本当にあの現場にも入りたくないし、はい、あのお笑いやってきたいんで会長に挙げてもらって何も、で、なかったら押すっていうこれもう何店舗か経営されてるんですよね。いや、あの3店舗あったんですけど、はい、コロナで2店舗潰れて今1店舗はまあ、はい、借金が、はい、ちょっと大きいなお笑いの額じゃないやめろよ笑えないそうですよね。チェだぜ出たチェじゃない、全然チェじゃないですチェンダーってそのレベルじゃないですか。いろいろこういう、か本当に契約のこととかあるんですよ、はい、全部入ってします、はいはい、なんこれはメガネの、え、あ、これそうですね、ここだけ、絵がないんですが、要はあの、はい、ここに装着して、おえ芸能人ブレるっていう腹立つこれは上田君知ってた。いや、知らなかったっす。知らんねや。いや、マジで恥ずかしいっすよバレた、え、マジバレたのはずいわこれ確かにちょっと相方が知らなかったのは恥ずかしい感じですね、マジで。
で、あ、これね、はい、もうこれはもう絶対この時期ずっと必要です。本当はずっとこうやってたんですよ。汗かき、暑いなんですか。そうなんですよ。はははこれ、嫌ですよ。あの、はい、いろんな番組とか打ち合わせあるじゃないですか。はいはい、自分だけここに扇風機。うるさいし。音もね、するし、はい、確かに。はい、これでも、泣いてやっぱり。これはもう本当に、はい、もう無理です。なるほど、はい、必要なんですね。これは何ですか。あ、下着。あ、下着、はい、ちょっとチェックしますね。下着どうしてんの。持つことないじゃない、今日。本当ですね、はい、ほんま暑いし、止まった時用というか、あれ、かわいい、なんかかわいい。いやいや、いいでしょ、別に。かわいい、ちょっとかわいいのは良くない、別に。勝負下着ですか。勝負下着じゃないです。この大阪でね、はい、本当なんかあるんですか。ないです、はい。ランチャーするつもりだろ。でもし帰れなかった時用。もでも買えなかったとしたらもうちょっと普通のね、はい、コンビニで買えるような、はい、いいだろ、いいだろ、お前フェイスしてんだろ、来てねえよ、来てねえよ、汗びっしょりじゃねえよ、危ない危ない危ない、バレちゃう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 じゃねえよ、フリしてねえよ、大丈夫ですね、本当に。じゃあ大丈夫です、大丈夫です、すいません。なるほど、はい、これが筆箱ですね。筆箱です、筆箱とメモ、メモ帳ちょっといいですか。ああ、そうか、それ何が書いてるの。ちょっと待って、え、身分クズって何ですか。一番目に身分クズって。私がクズだっていう。で、はいはい、ちょびひげって書いてあるんですけど、はい、これはうちの相方にお前ずっとちょびひげつけろよって言われて、あ、キャラクター的にも、キャラクター的に、はい、でずっとつけてた時期もあったんですけど、はいはい、肌弱くて荒れて終わるって。確かにテープでね、生やすならまだしも、はい、つけるのはちょっときついな。だからこのコント以外ちょびひげで暮らすって。コント中は邪魔だから。ちょびひげで暮らしてる方がもうコントですよ。でコントのギリギリまでつけて、はい、本番前外して出てくっていう。で終わったらつけるんです。変なキャラクターになりますよ。だからこういうのをじゃあちゃんとこのメモしたりっていうですね。わかりました。じゃあ、はいはいはい、一応全て見させていただきます、ね。ありがとうございます。募集するもの、はい、決まりました。募集させていただくのは、はい、こちらの携帯扇風機。ダメダメダメ、メガネメガネでいいからそれだけ。その上田君やっぱこう会議中とか打ち合わせ中にやっぱうるさいと、はい、これ募集です、はい、ちょっと待ってよ、まだストックあるけどさ。じゃあ、はい、次は上田君の、はい、わかりました、はい、僕も本当何にもないです。いや重た、はい、めちゃくちゃ重たいですよ。そうそう、じゃあ入って、先生持ったことあります。 ないです。ちょっと持ってください。え、マジでその上田君のめっちゃ重いっすよ。もう本当、え、何が入ってんのこれ。めっちゃ重い。めっちゃ重いっすよね。何これ。え、こんなに入ってるの。いつもこんな感じ。え、いや確かに盛り上がりぐらいは何か入ってんのこれ。コント道具とかね、はい、ここは何もないし、どうなってんのこれ。ここが、こっから開けていく、ね、はい、ここから、はい、すごい開き、ここえ、ちょ何おい、何やこれ。何やこれ、大量に本入ってるぞ。お前万引きしたか。これどういう状況だよ。なにこれ、すごい本入ってるぞ。おいおいおい、本多いて。ちょっと何、何、あの読書芸人なんで、うん、割と本を持ち歩く。こんなに持ち歩くわけね。こんなに持ち歩かんやろ普段。すっごい、はい、これ何、人はなぜ笑うのか。これは恥ずかしいだろう。恥ずかしいってちゃんと研究した上で、はい、コントを作ってるんや、はい、そうですね。そしてハリウッド脚本術、はい、でこのストーリーとか主人公とか、はい、いろいろ構成がやっぱあるんや、はい、いやでもそれは本気でやってるからこっちのね、コント。だから思うけどさ、もちろんね、もう、はい、ちゃんと一言一句ちゃんとね、はい、え、これが何や、場面設定。マジでネタ作るための本や。こんな本あるんだ。これもどこ開いてもあの全部場面の設定、洞窟とか。すごっ。そんなあんだ。銀行とか、交通事故現場とか。これを見たら、そこで起きそうなことが書いてあるんで。すごっ。これでコントを作る。確かに、はい。ほんまに便利やん、これ。これマジで便利なやつ。これいろんなお笑いの養成所に置いとくのか。これも。それかあんまバラさないでほしいよ。こっから作ったやんって丸分かりの可能性もあるってことでしょ。ありますよね。
なぜそんな冷静に言えんの。なんでこちらがですね、はい、フィルムアート社から3000円です。いやいやいや、告知いいよ。本当、やってみたいという方は。関係ないでしょ、この本には。はい、関わってないでしょ。すごい。助けてもらってるだけでしょ。お世話になってる。まあでもみんなコントやってる人は読んでると思いますよ、これぐらい。ここまで、はい、今日の夜のゾフィーの舞台絶対見よう。やめてください。そんなことしてるやん。人はみんな読んでる。すごい、はい、ここは領収書。これ領収書なんですけど、はい、これはあの実は斉藤さんが、はいはい、あのチェダデを使ったら、はい、僕に1200円払うっていう。俺のギャグなのになんか使用料取ってきやがるんですよ、ね。はい、でもその、本当に連発しちゃうんですよ。あ、もうチェダデ、まあ、はいはい、いろんな番組でも、はいはい、も1200円取るけど、はい、1200円取られても言いたいんだったら言いたいないっていうことで、はいはいはい、言うためにお金もらってます。なるほど、はい、じゃあさっきね、これ収録中も1回言ってましたよね。1回言ってた後で、だからこれ見つけてほしくなかったんですよ。どんな気持ちよ。いや、言うか。見てください、これ見てくださいよ。連発しすぎて俺6000円払ってます。今のやり方ってあらかすぎできるの。危ねえですよ。今1200円言ってたら1200円でしょ。言いたかったら言えばいいです。とても言いたかったら言っちゃえばいいだけです。ちゃんとそんな契約が数えてんねん。で、これパソコンかな。はい、パソコンでしょ。はい、え、これか。これ何これ。あ、これは僕が考えた、はい、ネタ作りマシンですね。ネタ作りマシン。はい、2つの言葉の組み合わせから世の中ができてるってことが分かったので。そうか、はい、そんなことはない。面白いものっていうのはこれいろいろ書いてあるんですよ、言葉が。はいはいはい、いろんなね、いろんな言葉が。おー、でこれをまあシャッフルしまして、はいはいはい、でこうやって同時にパッてめくったら、はい、それがコントになってるっていうことです。え、もう、はい、はい、こんまり最後の日。こんまり最後だよ。絶対面白いです。タイトルはな、タイトルはよ。中身わかんないから。設定はできたわけ。もう本当に中身次第だよ。こんまりがさ、もう最後の日だから、うん、で今日は多めにとか言って、うん、多めに服とか捨てちゃったりとかして。いいよ、もう捨てなくて。最後の日なんだから。すごい、こうやってもう、はい、スパッとネタがパッとできるし作れるんや。ちょっと他、今こんまり最後の日はたまたま偶然の可能性あるから。分かりました。本当に100%中で、はい、絶対面白いですもん、うん、はい、言ってほしい。ちょっとね、そこは気になるね。確かに気になる。はい、いきますよ、うん、はい、はい、熱血 GTO。 いや、もう GTO じゃん。GTO じゃん。それは言えたくないじゃん。鬼塚よ、それは。これだ。いいドラマがあんだよ。いや、これ大丈夫これ。腹痛が痛いみたいな。待ってよ。じゃあもう一個行こう。一応もう一個行こう。もう一個行きますか。わからんから。アンガーマネージメントローカルタレント。似てるかも。けど、ありそう、ありそう。似てるやろ、これ。でも、これはいいですよ。いいですよ、いい。まあ、これはできそう。いや、これは、素晴らしい。これは普通になんかカードゲームとしても面白そう。そうですね。いいですね。はい。ありがとう。これじゃあ、ちゃんと紹介されたら、はい、できるのかな。できます、できます。わかりました。すべて見させていただきまして、はい、今回、没収するもの決まりました。何ですか。コントができるこちらのカードです。これはやめて。それだけは。これはね、漫才劇場の芸人でみんなで遊びます。これは楽しい。遊ぶってなんですか。うちら真面目に。こんな楽しいカードないよ。コント製造機募集ですか。コント製造機カード。あー、すいませんが、これ募集させてもらいます。よいしょ。ごめんね、本当に、はい、ちょっとすみません。このまで漫才劇場に来るときは、はい、危ないものは持ち込まないように。はい、全然危なくないんだよ。危ないって認識ないんですよ。いや、一応ね、今回これを募集をさせてもらいますので、はい、では、お帰りください。はい、すいません。ありがとうございます。これで急に来てもらってね、はい、こんな疑って、はい、斉藤さん、どんな気持ちですか。言わないよ。取られるから、お金。いやいや、払ってくれるんですか。いや、そこね、斉藤さん、急にね、呼び出して、こんなに調べて、どんな気持ちですか。ほんともチェダデ。くしゃ、ふざけんなよ。ふざけろよ。前回り、はい、練習者になります。すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。ここまでの特大も俺払ってんだ。すごい。この場で払うんや、もう。うきいい。こんなん落ちねえだろ、絶対。落ちんの俺、これって確定申告で出したやつは、なんか言われても注意なんだけど。
手だぜ使用料、はい、そんな言葉ねえんだよ手だぜ使用料なんだよ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すいません、でもそれはもうね、助かりました。あ、はい、あちゃん手を少々すいません、ありがとうございます。はい、すいません、はい、どんな気持ちで、もう言わねえよ、もういいよ、言ってよ、お前気持ちで。ごめん、入れてきてくれた、これ。あ、入れた。東京からこんなね、その YouTube 多分見てくれて。今朝一回家出て、うん、家出ながら YouTube 見てきて、うん、あ、違う違う、ボケなんじゃん。こんな重たい。